ましておめでとうございます。応援団長直樹です。皆さん明けましておめでとうございます。落ち方セリカです。あ、2013年年明けましたね。明けました。今年も1回目からブレザーズアット TV をご覧いただいて本当にありがとうございます。もう今年も本当にね、まずもうリーグはもう今年一旦まあ4月で決勝までですから、そうですね、もうとにかく優勝を目指して頑張ってるわけで、はい、力いっぱい頑張っていただきたいですよ。あと我々も言うたらブレザーズアット TV の看板ですから、はい、我々も遠慮しちゃダメなんですよ。そうですよ、2013バンバン行きましょう。そうですよ、はい、あんた喋り方してしてない、してないです。なんか行け行け行け、シャンとしてますからね。シャンとしてますからね、はい、大丈夫ですか。まあ本当に、はい、フェイスブックの方もたくさん見ていただきまして、はいね、今年は我々も目標があってね、はい、お届けする以上はセリカさんなんですか、やっぱり、はい、今はですね、はい、1300人の方からいいねをいただいているので、今年は2000人超えれるように頑張ります。そうですね、はい、頑張りますというか、もう皆さんぜひよろしくお願いします。皆さんにこういい番組を届ければ、ね、皆さんがいいねを押していただけるわけですから、うん、今年1年もね、はい、言うたらもう年末までこの番組が続くように、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そして新年一発目はですね、はい、選手3人にお越しをいただいて、はい、ある選手3人にお越しをいただき、お鍋、正月ですから鍋を囲んで、まあ、何かいろんなお話を伺おうかなと思っております。楽しみですね、新年。はい、楽しんでいただきたいと思います。2013年一発目のブレザーズ TV スタートです。さあ、調子ええわ、やっぱり。新年会、選手の皆さんに来ていただきました。松本選手、石島選手、横田選手です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。また本年もまたよろしくお願いします。食いすぎ食いすぎ、めっちゃ食べてますね。もういやいや、マジうまいですよ。ねえ、美味しいよね。もうちょっといただいてるんですけど、豪華に用意していただきましたから、うん、もう新年一発目ですから、まあ、皆さん食べながら、まあ、ちょっと今日はまあちょっとまあ V のことも聞くんですけど、まあリラックスしていただいて、まあいろいろお話を伺いたいと思いますんで、乾杯しましょうか。はい、まあ、乾杯のご発声は、やっぱりセリカ姫やね、やっぱり。なんで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 すか。人気上がってきてるの。どうですか、乾杯。色っぽい声で。できないです、できないです。カメラ回っとるんですね。新年早々やった。新年早々。いや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 、俺あります、俺あります。じゃあいいですよ。いや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 、全然せいで、全員でやりましょうよ。下手くそでしょ。俺が分かってへんからね。ほな、いやいや、それはもうセリカちゃん、じゃあもうお願いします。はい、お願いします。じゃあ2013年もよろしくお願いします。乾杯。乾杯。おめでとうございます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 。やっていただきながらね、チームで家族新年会っていうのはよく、あ、ごめんなさい、はい、OKOK。 ありがとうございます。気付き付かないね。もうこういうふうにざっくばらんにしながらも番組進行していかないかんからね。家族食いすぎや言うてるから、何も食え言うたけど。相当お腹すいてらっしゃる。チームで新年会っていうのはやります？家族どうですか？結構やりますよ。やります。これどっかの場所で集やったり、まあ、あの誰かの部屋でやったりとか、まあ、やったりとか、うん、そんなんですね。松本選手はあれですよね、家族でやっぱり新年会。はい、うん、社宅の、 あの既婚者組、はい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 、たまにあの独身者も呼んだりとかして、呼んで、そこで呼んで、ちょっとこう何人か集まって、うん、そんなの大体鍋ですか？もう、 うちは鍋ですね、はい、大体いつも呼んではるんですか？いつもっていうか、いその年々ですね。あ、はい、ゴッツ選手は誰かと新年会行ったりとか、こういうこうブレイザーズ入ってこういう年ほら迎えるじゃないですか、はいはい、ほんな正月ってやっぱりちょっとやっぱり正月っていつも1日だけでしたっけ、休みって。去年は2日ぐらい前、うん、休みなんですよね、はい、その時はもう個人で過ごすんですか、みんなと過ごしたりするんですか？去年はカズと一緒に、去年一緒にしました。あ、そうなんですか。あ、どこ、なんか温泉伊豆温泉。2人で、いや、2人じゃないですけど、まあもう今日僕のあの今日あの知り合いの方と行って、はい、すごい、俺初対面やったんですよ。本当に行っていいんですか？気使うね。
いやでも、まあ、楽しかったです、はい、ね、仲いいんですね皆さん。いや仲ブレないですよ基本本当にこう、うん、松本選手は食べてくださいよ食べてください、はい、いただきます。エビが泣いてますからお寿司もありますからね、はい、いただきます。エビってどんな風に泣くんですか。エビ、エビがもうそこで実力ないからお願いしますよごめんごめん。松本選手は誰と仲いいんですか。仲いい、仲いい、いやそれはあるでしょ絶対このことは気が合うとか。選手なの誰ですか。あー、うえいや、あん、うん、長江とかありますよね。あ、長江、コーチですかね。旬前は今村選手がまっちゃんの家に行ってで、はい、お子さんがもう毎日行くんやね。あ、そうですね。旬、旬ってもうずっと旬はどこだっていう旬はどこだって松本選手帰ってきて一緒に帰ってくるまで旬は旬はどこだ旬はどこだって僕じゃないですよね。でももう日替わりですね。もう選手の日替わりです。カズの時もあればゴッツの時もあるし。みんな行ったことあるんですか。はい、ありますね、うん、家のまっちゃんってどうなんですか。家の時のまっちゃん変わんないです。変わんないまっちゃんって基本変わらない。全然変わらない。もうこんまみますね。最初にお会いした時は私すっごいクールなイメージでちょっと怖いイメージだったんですよ、うん、でもあのブレザーズアート TV で、はい、あの石島選手とパワーってそうやらはった瞬間に変わったんですよイメージが。あれむちゃくちゃやったなあれも半分やらされてますからね僕パワー勝手にガン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 入ってますよ。瞬間で変わったの本当に自分のマイペースですからね、はい、でもそれに乗り出してきましたよね。そうですね。まあまあシーズン真っ最中ですけど、うん、石島選手どうですか。まあ今前半戦終わってコーチ選手どうですか。そうですね、うん、はい、チーム自体もすごい声も出てるし、うん、ねえ本当にあの剛成さんの試合で負けたあれからグワーンとなんか本当にそっから生まれ変わったみたいな感じの空気ありますけどどうですかキャプテンとして見てて。そうですね、やっぱ僕、うん、剛成はやっぱり声も出てなかったしムードも、まあ、僕自身も悪くなっちゃったんで、はい、そういった意味でこう、まあ、帰ってからまあなんていうのかやっぱ雰囲気悪かったんですけど、うん、その中でもやっぱりこう意見を言うとか、うん、もうやっぱりこうある程度コミュニケーションを取らないとなと思ったんで、はい、やっぱりそこが良くなったんじゃないかなと思う。全く引きずらずに、うん、もう次の週なんかあれってコロッと本当にね、今までだったらなんかちょっと引きずってるイメージとかあったけどその辺はやっぱりキャプテンとして意識してみんなに声かけたりとかはしたんですか。やっぱりいや松本さんが本当に今年すごいこうサポートしてくれるっていうのが、はい、大きくて、はい、本当にこう見える形とですごいサポートしてもらえるんであそこがすごい助かってますね。なるほど。やっぱりでプレーでやっぱりカズと松さんがやっぱりこう引っ張ってってくれるっていうか、うん、やっぱ核になってってるんで、うん、その辺がすごいこうチームにとってはプラスっていうかもうすごいもういい形で出てるなと思ってるんで、ね、はい、それが去年からちょっと変わったとこかも分かりませんし、はい、松本選手はねあの記者会見の時に言ってましたけど、はい、そのもう全日本だったこととかよりもあのやっぱりリーグ の, あの3位決定戦の、はい、あのうがいない試合がやっぱり今でも出てくると。そうですね、うん、だからあのまあ負けたその豊田剛成さんに負けた時にちょっとよぎったんですよね、はい、それ、うそうこういうパターンはあっちゃいけないと思って、うん、だからあの負けがあの3位決定戦の時の負け方、そうですね、もう同じような雰囲気なんですよね。ゴッツ選手もずっとあの試合のことは言ってますもんね。あれは本当に無害ないと、あれだけはもう二度としたくないみたいなね、やっぱそれが残ってるからこそ抜けたいっていうのありますよね、うん、横田選手どうですかあのね、まあ、彼女だったらもう新人じゃなくなってますよね本当ね、うんうんうん、もう新人じゃないからで言うたらもうちょうど真ん中になっちゃったっすよね。ねもう上もいてて、うん、で下もいてるからその辺の中間層っていう意味ではちょっと横田さんは横田さんで、うん、ちょっと意識も変わったんちゃいます。今年は今リーグはどうですか変わってる。うん、変わったのか変わってないのかは分からないですけど、はい、うん、ただあの今気持ち的には全然僕は若手のつもりでいますしで上の方っていうのはやっぱしっかりしててあのさっきゴッツさんも言ってましたけど松本さんもあのゴッツさんをサポートして、はい、でキャプテンにこう、
引っ張って、はいはい、でそういう形っていうのはもう上は取れてるので、うん、で下があの僕の1個下の学年が、はい、学年じゃねえや1個下の年が、うん、4人と、はいはい、でその、下にまた3つ空いて、うん、3人いますけど、 そうですよね、そこを僕はあの中心にちょっと見させてもらおうかなっていう感じなんですよ、うん、なんでまあどっちかっていうと積極的に、まあ、下の子には声はかけてますけど、特に1年目の3人は多いのね、ちょっと、うん、一気に下がドンと来たからね、いきなり3人も来た、まあ、でも3人 いるのが良かったなと思いますけどね、 あ、 はい、うん、あいつらの中で喋りますし、で初めての経験じゃないですか、はい、あいつらは。だから僕があの1年目入った時に思い切ってやらさせてもらう環境を作ってもらったからやっぱ僕もそういうのは作ってあげたいなっていうのはあるんで、うんうんうん、特に今知識や伊藤屋っていうのはあの、まあ、松岡もそうですけど、うん、出るチャンスっていうのはいっぱいあるので、うん、出てもらった時にあのもう何も考えずで、うん、あの思い切ってやってくれたらなとは思ってます。すいません、あの食いっぱなしとか食いっぱなしとか喋って終わりとかそんなのやめてください。いいですか、番組はみんなで作るもんですからね。そうですね、うん、そうですよね、うん、本当にね、いや本当にね、まあ、アットホーム TV でいきましょう。いいこと言うね、いいですね、まあ2013年も始まりまして、うんうん、ね、あの本当に後半戦にリーグ入っていくわけですけど、まあ、いろんな会場で、はい、まあ、あの試合やってるのは、うん、ブレザーズの公式のホームページで見ていただいたら案内しております、はい、さあその中でホームゲーム、はい、北九州で、ホームゲームがございます。さあ、こちらのご案内の方です。はい、はい、堺ブレイザーズホームゲーム2試合を予定しています、はい、福岡北九州市立総合体育館にて2月2日土曜日 JT サンダーズと、そして翌日の3日日曜日はサントリーサンバーズとそれぞれ激突します、はい、詳しくは堺ブレイザーズホームページもしくは V プレミアリーグ公式ホームページをご覧ください、はい、ね、あのこの北九州のホームゲームもうカノンカと同じぐらいの本当にすごい盛り上がりがね、うん、どうですか石島選手。そうですね、本当あの、はい、北九州は北九州でまたすごいですもんね。はい、もうぜひともお越しいただきたいと思います、ね、であの梅賀学園さんもまた大学の皆さんがあのチアでお越しをいただきますんで、はい、こちらの模様もですね、うん、応援もまたひっくるめて楽しんでいただければと思いま す、 そうです、ね、さあそれでは、本年一発目のブレザーズアット TV、はい、最後は石島選手ね、テレビをご覧の皆様に、うん、メッセージをよろしくお願いします。あ、改めまして明けましておめでとうございます、皆さんにとって今年が、素晴らしい年でありますように、またあのブレイザーズにとってもね、あの優勝という形で、皆さんにいい報告ができるようにチーム一丸となって、これから頑張っていきます、一緒に頑張りましょう。はい、ということでね、はい、本当にあの優勝を目指して頑張っていただきたいと思いますし、皆さんの力が本当に必要でございますんで、はい、熱い応援をまた今年もよろしくお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。ということで、1回目整理ました、大丈夫ですか。まあまあこの後もまあまあちょっと食べていただいて、はい、どうしてもちょっとねなんかね、いろいろ聞きたいことがありますからね、ありましたけど、いいですか、はい、一発目カメラが1、2、3台でお送りさせていただきます、はい。ということでございまして、最後はあそこまで向かいまして、今年もブレイザーズ応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。またブレイザーズアットTVよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。バイバイ。じゃあ食べるぞ。